ヤマト道 UL ショートスリーブシャツ 75g。 生地はパーテックスカンタムエアで、速乾性が抜群に高いです。ヤマト道 100% メリノライトスリーブレス 90g。 スリーブレスは脇の熱がこもらないため、トレイルシャツとの相性は抜群です。ヤマト道ライトファイポケットショーツ 94g。 夏であれば使用頻度が高くなる超軽量のショーツ。ファイポケットが特徴で、歩いているときや座っているときに干渉が少ない太もも横にスマホ専用ポケットがあって便利です。ヤマト道 UL オールウェザーフーディー 109g。 防水通気素材と謳うほど通気度が高く、爆風の中を歩いていると暴風はできているものの、衣類内の熱気はこもりづらく、停滞時などは寒く感じることもあります。使い手のスキルとレイヤリングが肝となる道具です。ヤマト道 UL オールウェザーパンツ 97g。 生地はフーディーと同じく防水通気素材。足さばきがしやすく、また 100g を切って超軽量。ポケットがないため慣れが必要です。インジンジソックス、5本指ソックスがとても好きなのと、インジンジの肌心地をとても気に入っています。ただ雨でびしょ濡れになった時、靴から出た時の匂いが本当に臭かったです。素材の問題か、僕の足の問題かは謎です。ヤマト道 100% メリノライトフーディー 218g。 生地は 100% メリノで、夏は涼しく冬は暖かい、オールシーズンアイテムです。フードのフィット具合が高く、首へのストレスが少ない印象です。ヤマト道ジップパックウィズヒップベルト 42g。ミニのヒップベルトを取り外し、ウエストポーチとして使っています。シューズ、ビボベアフットプリムストレイル FG560g。 健脚でかつ足の裏が鍛えられている人にはおすすめですが、ハイキング始めたての方で、これまで長く歩いた経験のない方には導入時は少々大変かもしれません。パックライナー 40g。ヤマト道でオリジナルで作っている防水仕様のパックライナービニール袋です。アンカー1万ミリアンペア 188g。 1週間程度のハイキングに最適な充電量と重量です。ケーブル 4iPhone& ヘッドランプ 14g。主にハイキング中の充電は iPhone とヘッドランプ、ココヘリを充電できるようにしています。iPhone 12 mini 160g。 山に入ると電波はオフにし、低電力モードに設定し、 GPS とカメラ機能のみ使用しています。フードツールベアキャニスタ 1157g。 ベアキャニスタはアメリカの常民和区間など熊の生息が多い地域で使用が義務付けられており、日本では特に普及していません。仕組みとして熊が触っても開けることができない作りとなっています。初見の時は開け方が分からず苦戦しました。トライポッド、ジップショット286g。 超軽量の三脚です。取り扱いが非常に簡単で、アメリカの eBay を使って取り寄せました。ハイカーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕はハイキングを純粋に楽しむと同時に、道具を軽量化する工夫や、一つの道具で二つ以上の役割を持たせようと考えを巡らしたいと、
ハイキングをウルトラライトで実践しています。そしてそのウルトラライトの思考が自身のライフスタイルをよりシンプルにしていくベースになると考えています。そんな日々からですね、生まれたアイデアや考え方などをハイカータイムを通じてアウトプットしていきますので、動画をご覧になり興味深かったと思った方は高評価のいいね、そして動画内で解決できなかったことや質問や感想など、またハイカータイムで取り上げてほしい内容などありましたら、ぜひコメントをください。そしてハイカータイムの動画をですね、すぐにお届けできるようにチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんのサポートに感謝です。ありがとうございます。それでは良きハイキングライフをお過ごしください。それではまた。